大型客4日目ですが、ここでなんとミュウちゃんが到着しました。みんなバチバチだからよろしくね。そんなミュウちゃんが加わった12名で行う企画は、青春を取り戻せ恋愛シミュレーション。恋愛シミュレーションとは、提示されたお題の中で自分なりに演じきり、最もワイプで見ている人をキュンキュンさせた人が優勝です。キュンキュン。いやー、これ男頑張らなあかん。男頑張らなあかん。これ高校生活最後の体育祭終わり、二人っきりの教室で男にさりげなく好きと伝えてください。ミュウの挑戦です。お願いします。お疲れ様。お疲れ。どうしたのこんな時間で。ご飯残ってたの。うん、片付け終わったよ。終わったね、うん、お疲れ様。お疲れ様。ね、楽しかったね。楽しかった、めっちゃ、ね、めっちゃみんな恋愛しなかった。恋愛してたかもしれない、ね、うん、確かに。あ、なんかちょっとね、濁してるよ。なんか羨ましいね。ね、羨ましい。いないの、うん、いないよ。いないの、うん、いるでしょ。本当に何もなかった。まさ聞くよ。まさ、うん、聞くよ。いないの。マジでいない。いないの。うん、ミオはいんの。いない。いない。いなくはないよ。いなくはない。いなくはない。へえ、気になるな、そんな言われたら。なんで。え、なんとなく、うん、帰んないの。いや、帰ろうとしたけどミユが来たから、なんか帰らない。帰らない。ミオ帰らないの。逆に帰るなら帰る。帰るなら帰る、うん、じゃあ帰ろうかな。一緒に帰るってこと。帰るなら帰るってことは。その一緒にさ、俺となんか帰っちゃったらさ、その好きな人になんか迷惑っていうかさ、思われたりしない。思われない。思われないの。いや、逆に気づいてほしいかな。え、気づいてほしい、うん、え、俺じゃないよね。帰ろっか。うん、帰ろ。帰ろうか、暗いしね。いやー、体育祭疲れたな。よいしょ。お疲れ様です。お、お疲れ。まだいたんですか。うん、いたいた。今日先輩かっこよかったですね。本当にありがとう。あの、ちょっとかっこよすぎて恥ずかしくなっちゃいそうなんで、うん、前向いててもらってもいいですか。全然いいけど。本当に前向いてたら話せないよ。いや、なんでだよ。横並べよ。前向いててください。わかった。でも集中できないよ。いいから前向いてて。ほんと？分かった。なんか今日、うん、気づいたら先輩のこと見てて、うん、リレーとか、うん、PK とか、うん、誰よりもかっこよかったです。嬉しいな、そんな風に思ってくれてたなんて。サッカーとかやってたんですか。ああ、まあ一応小中やってたかな。へえ、うん、そうなんだ。うん、でもなんか、うん、まあかっこよかったけど、うん、
周りの女の子もみんなかっこいいって言っててちょっと焼きました。そんなこと言ってないよ。いや、言ってましたよ。人気ですもん。本当に？はい。好きな人とかいないんですか？好きな人か、でも今はいないかな。私好きな人いるんですよ。え、そうなんだ。全然俺でよかったら相談とか聞くけど。じゃあ、うん、名前とか言うの恥ずかしいから、黒板にヒント書くんで目つぶっててもらってもいいですか？目つむるの？目つぶっててください。わかったよ。これでいい？はい。先輩。え？私が好きなのは先輩です。モカ。お疲れ様でした。ちょっと待って。モカ。逆に。逆に。やった。逆ポン。異性として見合ってないと思っていた幼馴染2人だったが、男に好きな人が自分だと言われた時のちょうどいい行動。あやぴょんお願いします。お願いします。え、なに？え、待って、これはそういうこと、そういうこと。いや、始まってるこれ。え、な、どういうこと。え、ちょっと本物ある。待って、え、待ってくれ。え、なんで。え、びっくりした。え、やばい。どういうこと？何でいんの？どうしたの？え？びっくりした、びっくりした、びっくりした。どうしたの？なんでいたの？いや、こちらこそ、こちらこそ。え、なんでですか？ずっとここおった。あ、びっくりした。はじめまして。はじめまして。一応幼馴染。いや、初めましてじゃないの。幼馴染やんな。近所やな。ずっと近所。駄菓子屋さん行ってたんだ。そうそう、しかも同じクラスでしょ。また同じクラス。え、なんで、なんでいるの？いや、まあ別にちょっと。ほら、ほら、あい。照れてますね、これ。ちょっと大したことないけどね。ちょっと2人で話したいなと思ってて。1人で話したい。2人2人。あ、2人2人で話したいな。あ、私は待ってたの。まあ、そうかな。あ、そういうこと。あ、なんか来ませんね、停電でね。ねえ、ちょっと急に停電始まっちゃってびっくりしたわ。びっくりしたよね。で、ね、明かりついたら横にドーンって。びっくりしたわ。びっくりした、びっくりした。うん。え、暗いとこ苦手だったから言ってくれてよかったよ。マジ？でもね、やっぱり俺はね、こうやって楽しませてくれる人が好きかな。楽しい？楽しい？楽しいよ。何今のは？別に？なんで？何もないよ。楽しいだけですか？まあちょっと話があるっていうのは、ちょっと最近さ、まあ好きな人ができて、うん、そうそう、好きな人ができたのよ。そう。なかなかさ、自分やっぱりこう言われへんから、うんうん、やっぱり女の子に対してあんまりこう気持ちを伝えるっていうのが苦手やから。あ、そうそうそう。あ、だから言えないんだ。ずっとなんか思ってても。あ、そうなんだ。だからでも高校生になったし、そろそろいいんじゃないかなと思って。自分を解放したの？そう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 。すごい素敵なことだね。やろ。そう、俺の好きな人は楽しませてくれる人って言って、うんうん、それが彩香です。え、それって、あれ、え、それって どっちの好き？あやかです。え、うわぁ、です。あー、やばい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 、です。やばいやばい。うわ、どっちの好き？え、なんか友達として、お友達見としてとか、恋人として。いや、ずっと片思いしてました。ごめん、ちょっと取り入れてくる。いや、それは、それは一緒に行こうよ。それは、一緒に行こうよ。一緒に行く？最高最高。いやー、やっほー、やっほー。ぼっちやん。
やぶさやねんな、ちょっとぼっちじゃねん。しゃあない、かまってあげようじゃないか。マジありがとう。ちょっとぼっちやったわ。これどうしたん急にこっち来て。いやもう一人やったから。なんかあった？いやなんもないねんけど、なんかまあ一人かわいそうやからちょっとかまってあげようかなと思って。別にそんな俺寂しいとか思ってへんよ。あ、思ってない。じゃあ帰っていく。いやそれはちょっとやめ。あ、あかん。一緒に来た、来た、せっかく来たからさ。まあ、最近の学校生活はどうですか？最近の学校生活、うん、まあでも全然順調やで。うん、全然順調やし、まあ、テストもなちょっと赤点取ってもったけど。ああやらかしたな。けど全然その友達とかみんな優しいし、うん、楽しいから全然順調かな。いいやん。恋の方は？恋愛？恋の方。恋愛か。急に急に急に恋愛を持ってくる。で今だって2人やん。2人やからさ。せやな、幼馴染やし。そうやな、幼馴染もんな、ずっと俺らだけじゃない、幼馴染ってこんなさ。え、確かに。もう幼稚園からずっと一緒なの。そうやな、俺らだけやんな。そう、もう奇跡的じゃね。いや、言おう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 や。まあでもちょっと、うん、うずうずしてる。うずうずしてる。何やねん、その反応。うずうずしてるマジか。うずうず、なに、うずうず、うずうず、どっちか。違う、うずうずするわ。何うずうず。そう、ちょっとうずうずしてるかな、恋愛に関しては。え、それは同じクラス？まあね、そう、ずっと同じクラスなんや。誰やろ。誰やろな。誰やろ。誰やろな。え、ヒントちょうだい、ヒント。ヒント、ヒントか。ボブ。おお、ボブ、ボブ。おお、当たってる、当たってる、当たってる。よし、ボブかな。いや、ボブ可愛いよな。まあ、ボブが好きってよりかは、うん、好きな人がボブやからっていう風にボブが好き。なるほど。ボブにしてるから、ボブに好き、ボブがボブって言ったけど、まあ、好きな人がやったら何の髪型でも好きかな。やっぱそうやな、うん、や関係ないよな、髪型とか。そう、恋愛か。恋愛は？してるしてる。恋愛してんの？結構な恋愛体質だから。うん、今好きな人はいます。あ、好きな人おるんや、うん、どうその人は。まあ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 、うん、もういい感じ。いい感じなんや。いい感じって自分は思ってるけど、向こうはちょっとどう思ってるかちょっと分からんけど。まあ難しいもんな、恋愛って。恋愛難しい。恋愛って難しいもん。どんな告白されたい？例えばどんな告白されたい？もう向こうからされるとしたら。まあ、されるよりする方が好きやけど、うん、まあ、されるんやったら、まあでもやっぱりちゃんと会って、LINE とか手紙とかでもいいんやけど、やっぱりちょっと目と目合わせて告白するのがいいかな、俺は。されるのがいいかな。でも俺はね、うん、俺は二人きりの時がさ、うん、二人きりでこう告白するのが、ちゃんと、まあ、ちゃんと二人きりで俺状態で告白するのが好きやねんけど、うん、あなたです、ナナです。え、あなたです。え、好きな人が？ボブって言ったやろ、ナナ。え、マジか、マジか、マジか。急に思う。めっこてやばい、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 やばい。ごめん、ちょ、トイレ行ってくる。え、待って、ハル待って、ハル待って。どうした？え、じゃあナナも言うけど、ナナも春のことが好き。はい、トイレ行け。マジ？トイレ行け。ナナも春のことが好き。超ゲームだよ。はい、トイレ行け。ちょ、ついてきてや、トイレ。トイレついてきてや。行くで、トイレ。行こうか。行こう。いや、ちょっと…いや、投げて、投げて。ああ、やべえ。ちょっと待って、ちょっと待って。何これ。ありか。
downstairs, now I'm a bit low bit.